っと着きました。めっちゃ安くて2時間以降はまた追加料金払う感じなんですけど、レンタル料も数百円でめちゃくちゃ安かったと思います。後ろ滑りがだいぶ上達。お疲れ様でした。この日は日曜やったんですけど、平日はもっと少なくて滑りやすそうな感じです。では帰ります。